あれいつも見てくださっているのに、まだチャンネル登録くださってない人が3割ほどいらっしゃるみたいですね。いつも見てくださっている方は、ぜひチャンネル登録お願いします。スプランの動画の更新を見逃しにくくなりますので、どうぞよろしくお願いします。昨日の動画でね、20人ぐらいね、増えたんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、こんにちは。ニビットコイン NFT ゲーマースプランです。今日はですね、ステップ初心者向けということで、気をつけること3選についてお話ししていこうと思います。クロートの方もですね、 ですね。ぜひ見てください知らずに損するそんなことがないように今日の動画見ていきましょうノットファイナンシャルアドバイス DIOR でよろしくお願いいたしますということでジェムをアップグレードして売ろうかとか靴を回復させてから売ろうとかジェム買おうとかねあとよしよしよし理学しようスワップして取引所に送ってとかいろんなことをしますよねこうする中で実は損してませんかっていうのを今日問いかけたいんですねで今日は損するなステップで気をつけること3選ということで3つお話ししようと思います1つ めがスワップについてもう一個が NFT を購入するときですね。ここも損するポイントがあります。あとはアップグレード、回復ですよね。ここについて見ていこうと思います。はい。というので、この三つについて損するポイントもなんだけど、じゃあどうしたらいいのっていう改善点まで含めてえ伝えていこうかなというふうに思いますね。よろしくお願いします。はい。で、まず最初、スワップ、まあいわゆる通貨の両替についてですね。で、こちらは損するポイントは、まずアプリ内でスワップしてる人。これはね、よくないです。あの、実は ちょっと、俺とね、あの、シードフレーズインポートしている人は問題はないんですけど、えっと、この本当にアプリ内でシードフレーズ12個の英単語を作ってやっている人、これはスワップしたらもう損してます。で、実際はというと、これ改善点としてアプリ外でスワップしたらいいと思いますね。例えばメタマスクとかファントムとか、あと他のデックスとか色々あると思います。ここに送ってみるって感じですね。で、今ここにね、書いている2つのスワップの画面。 これ、実は同時刻に、ステップのアプリ内、あとメタマスク内でスワップしようとした時の画面になってます。こう見てみると、1BNB を GMT に変えた時に、ほら、変わる額が違うでしょで、これ見てみると、1.1%、これメタマスクでやった方が、まあ、増えてるわけですね。 ねえ、なので、これを考えてみると、これを毎回毎回ね、ガチャ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 やってると、どんどん減ってくんですよ。で、仮に、これ、スワップ回数を横軸に、そして、まあ、例えば、初期資金100万円で、どんどんスワップしていった時に、どのぐらい資金が減っていくかっていうのをグラフにしたものです。これ見てみると、100回スワップしたら、もう元々100万円あったものが、30万円になってしまうってことですね。1.1%の差を100回繰り返すと、複利の効果で、これぐらいになってしまうって感じですね。はい、というのね。 これきちんと皆さんやっちゃってる方は気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますねはいというので100回繰り返す3分の1の減少こんなことはないようにしましょうはいで2つ目ですね2つ目は nft を購入するときについてですこれ損するポイントはこれですねこれ実は iphone さんの画面ですね見てみるとスパークというのがありますでスパーク押してみるとこうやって10ステップスパークが100円ですねまあ、なので1スパーク10円相当としてお買い物ができますよって感じですね、まあ、なのでこの の画面だと7000円ぐらいで買うことができるみたいな感じになっているんですけどこれダメですね iPhone ぼったくりっすよよく見てくださいじゃあ685スパーク必要だからといって300スパーク貯めようみたいなのを2回3回ってやろうとすると 300ステップスパーク4500円ですからね。はい。というので、1スパークあたり15円も取られています。はい。とか、あのね、あとは、もうこれ本当に iPhone は Apple 税というのがあるんですね。で、Apple 税はアプリをこの Apple Store とかでガチャガチャやると30%手数料持ってかれるんですよ。Apple にね。なので、そんなところがあるので、iPhone の方は、えっとね、こうやって買うのやめた方がいいと思います。はい。じゃあ、で、どうすればいいかってことなんですけど、改善点はこの m.step.com っていうところが、 版ののスステッッププマーケットプレイスになっていますで、ここで購入するといいと思いますね。はい。で、実際にこの m s t ッ p c o m 開いてみると、こんな感じで、まあ、パソコンとかで開くとこんな感じでね、広い画面使えます。で、こうやって見てみると、GMT だてでもちろん買うことができますので、これ Android の方と同じようにプレイすることができます。はい。というので、これ、 いちいち開くのはめんどくさいじゃないですか。なので、このブラウザは、えっと、ブックマークしておくのをお勧めしたいなと思います。はい。というのは、お気に入り登録とかね、しておいてください。はい。で、最後ですね。最後は、アップグレード、回復についてですね。で、これ、アップグレード損するポイントは、まず、期待値マイナスなのにアップグレードしてませんかってことを問いかけたいですし、あとは、これ、HP ですね。これ、ヘルスポイントですね。ヒットポイントじゃないですよ。ヘルスポイントなんですけど、これのレストラーションですね。回復についてなんですけど、これ HP の回復に赤ジェム使うじゃないですか。で、レベル1、2、3とか使うと思うんですけど、これ最適な赤ジェムっていうものは、靴の種類、顧問とかアンコモンとかにもよるし、あとはそれがどのぐらいのダメージを受けてるかっていうところによっても異なってくるんですね。まあ、なので、ここ最適の回復方法させて、費用をなるべく低減させるというのはやってあげた方がいいと思います。はい。というので、ね、じゃ改善点は、それ計算するんですよ。っていうので、最適なケース見つけましょうってことなんですけど、まあ、めんどいじゃないですか。 ですかめんどくさいですよねでここは簡単に計算できるエクセルのスープランが実は用意してますでこれ他の方に配るのも OK にしてるエクセルになってますねどうぞまだ使ってない方使ってみてください最善の HP 回復方法を教えますということでこちらの動画めちゃめちゃ再生回数いってる動画ですまた見ていない方はねぜひご覧になってくださいはいということで本日のまとめです知識によって防ぐことができる損失があるよっていうのが今日の動画で分かったと思いますでこれは知らず知らず損するっていうのはこの世界ではよくあるのでそんな こことがないいよううにに一緒に学んんでで知識をを蓄えつつこの世界を楽ししね爆撃狙っていきましょうはい、というので、この動画は以上になります。というので、NFT ゲームは立ち回りがすべてです。このチャンネルでは情報、立ち回り、知識、そして稼ぎ方などを配信しているチャンネルになります。まだの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画良かったなという方は高評価、また気になる点ある方はコメントもよろしくお願いいたします。そんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。次回まで。 またまたありがとうございました。